さあちょっとそれじゃあ今気抜いとったね。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年4月1日水曜日の午後4時34分です。4月や4月今日から。そういえばそろそろイースターですよ。最近過ごしやすい気温になったのを感じていたんですが、もうそんな時期だったんですね。では本日のお知らせです。今日アイナ島にライオネルさんという方が新しく引っ越してこられました。あ、ちょっと忘れとったそっか、いたね。新しい仲間が増えて私もとっても嬉しいです。では本日も楽しい一日になりますように。あれ、イースターはあれやけどさ、エイプリルフールは何もないの？なんか卵できとるはい、ということで今回もやっていきたいと思います。ね、なんかねえ、なんか木に卵が、てか桜咲いとる、めっちゃ可愛い。いや、それはいいんだけども、じゃあの卵、なんか知らんけど、きっとまあイースターに絶対関係あると思うけん取っとくわ。え、めっちゃ綺麗じゃない？いいね。なんか飛び盛りの時よりもだいぶ桜の綺麗さが増したような気がする。あれ、あの一箇所にしか卵なってないんかな、もしかして。ハンナちゃん入り口の真ん前で、お飛び跳ねてる、ぴょん太郎が。アイナじゃないか、姿は見かけたけど面と向かって喋るのは久しぶりな気がするよ。そう、ハンナちゃんずっとおらんかった気がする。まさかあんたうちに声かけるの遠慮してたんじゃないだろうね。このうちごしゃべり嫌いに見えるかい？見えないだろ、だってね。知らない、私はハンナちゃんを見かけていなかった。あ、待って、トンボが飛んでるぴょん太郎を無視して全然違う方に行く私。え、どこ行った？え、トンボおらんくなったんやけど。あ、おるおる。は、結構でかくない？ん、これは、銀ヤンマを捕まえた。銀色じゃないけどね。よーし、ってことでちょっとやっと。え、どこ行った？移動するの、君。ちょっとびっくりしたんやけど。てか、これも、とりあえず取っとこう。もしかして卵全部同じ柄？ね、バッタおるんやけど。あ、なるほどね。季節的にバッタがおらんかっただけか。待って。ぴょん太郎横目に。え、どこ行った？バッタ消えた。え、いなくなったんですけど。お、音が。音が。なんか飛び盛りの頃よりさ、バッタちょっと素早くない？ん、これは、少量バッタを捕まえた。チキチキバッタ。さあ、ちょっとそれじゃあ。今、気抜いとったね。ね、見て見て見て。私が離れるやん。ほら、はぁ、ため息ついたよ、ため息。ふえい。気配を察したね、今。これさ、ダッシュで行ってさ、チャックを。どこ行った？え、おらんくなったんやけど。あ、おったおったおった。く、動いてるわ。めっちゃ動いてるわ。く、こいつ背後を取らせない気だな。くそ。見つかっちゃったみたいだね。それじゃあまずはご挨拶。やあ、こんにちは。新しい基礎を知らせに来ました。ラッキーバリーのぴょん太郎だよ。イエーイ、拍手。ちなみに着ぐるみじゃないからね。ねえねえ、そんなことより、もうすぐイースターだね。そう思うとなんだかウキウキしてこない？こんな時は楽しむのが一番。これからイースターの日まで僕と一緒に遊んじゃおう。エイプリルフールはないの？今日はこっそり準備しようと思ってきただけなんだけど。ま、それはさておき。ラッキーバニーを見つけちゃったラッキーな君には、一足を先に秘密を教えてあげるね。いいかい？それじゃあ行くよ。卵を探そう、卵を探そう。いろんなとこに隠されてるぞ。どこにある？どこにある？いろんな場所を探してみよう。え、やっぱりこれは、あれなんかな。釣りだとか、穴掘ったりとかでも出てくるんかな。わかったかな？島のあちこちに6種類の卵が隠されてるから、それを探して集めてね。建物の中とかには隠してないから、外だけ探せば大丈夫。木とか岩とか水の中、地面も空も見逃さないようにね。それから、はい、これ。何あれ？プレゼントじゃない？ちょ。あ、なんか DIY のレシピ。それはイースターのベッドのレシピだよ。集めた卵で作ってね。そして、重大発表。ヒューヒュー、何かな？なんと、この島にはイースターのチラーな DIY レシピも隠されてるんだ。え、マジで？
隠されたレシピはイースターの日まで毎日増えていくよ。おー、もしも僕が隠したレシピを見つけて全種類 DIY してくれたらスペシャルなご褒美をプレゼント。というわけで一緒にイースターを楽しもうね。ちょ待って、さっきのプレゼントが気になって、てか結構な速さで飛んでったよ。ちょっと待って、あ、それ多分イースターのやつ。いやちょっと待って、行かないで。あ、ふう、ギリギリ。あーよかった。でも木を揺するやつはあれやね、なんか一気に3つ手に入るんやね。よっ、ぴょん太郎が気を抜いている。どうにかしてどうにかしてチャックを、あ、出てきた。開けたいけど難しそうやね。これで3種類ってことよね。あと3種類や。あ、これか !DIY レシピ。あの、イースターの。いいね、わかりやすい。卵のメッセージボトル。これを見つけたラッキーな君へ。卵のレシピをプレゼントするよ。どんなレシピ？何のレシピ？ワクワクするよね。卵を集めて作ってね。ラッキーバニーより。イースターのドレッサー。どんどん増えていくって言うけど、1日につき1個かな？その辺がよくわからないんだけど。じゃああとは、釣りとかしよったら出てくる？あ、私釣り竿持ち歩いてなかったっけ？あ、持ち歩いてないね。ちょっと待って、そこ掘る。あの、ちょっとそこ掘りたいから。は。思いっきりつついたよね、さっき。はい、そして、ここにもっと。オッケー。あとは、さすがに、釣りはね、パッと見では、わからんよね。わかったらいいんやけど。いいよ。さあ、来い。てか、4月に入ったけんさ、あの、釣れる魚の種類自体も変わっとるかな。イースターじゃないとしても。お、一発。変わってない。カレイを釣り上げた。見た？華麗な竿さばき。いいよー。君はいいよー。パッと見で分かったら速攻そこに投げるんやけど。はい。おっしゃ、こーい。お？来た！どうや？あ、やった、卵。やっぱりわからんねやね。卵を釣り上げた。何に使おうかな。まあ何に使うと言いますか。これで何種類やっけ ?1、2、3、4。あと2種類。小さい桜の木がある。かわいい。かわいい。あとはあれか、地面。あ、そういえば。いや、スコップは普通にあったよね。あったあった。スコップで地面を掘りましょう。え？あとどこやった？ダイビング？マリンスーツないやん。え、マリンスーツないやん。てかレシピもないしさ。イースターは4月12日だよ。待ち遠しいよね。ワクワクしちゃうよね。イースターの日になったらまたこの島に来るからよろしく。僕のことはそれまで秘密だからね。そう、あと一個かどこかを教えてよ。あと一つは海でよろしいの？なんかアンチョビが座っとる。そっか、イースターの日。あ、イースターの日までじゃあ、あれか。揃っても別に関係ないってこと？イースターの日にまとめて渡すってことか。でも全種類絶対集まらんやん。海に潜ってとかやったら絶対集まらんやん。え、つらー。よいしょ。イェーイ、卵。地面の卵を掘り出した。よし。そっか、これで、DIY でレシピを作る分と、プラス、ぴょん太郎に渡すものがいるってこと？あ、そういうわけじゃなくて。え、卵は渡さんでいいんかな、ぴょん太郎に。もしかして。レシピを作って、で、グッズを作っていけばいいだけってこと？いまいち把握できていない。
あ、化石やった。まあ、化石は化石であるもんね。さあ、イースターグッズ作っていこう。DIY で何か作ろうかな。何か作る。葉っぱの卵は速攻で手に入りそうな感じよね。これ多分、木から揺すって落ちてきたやつやろ。多分。イースターのドレッサーができた。イエーイ、やったね。ほい、ということで、まあ、だって家から出てきて速攻であったもんね。何があるんかと思ったよ、一瞬。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でもなんか、あれやね。一日でやってしまわんといかんやつじゃなくって、なんかの、ポケモリみたいな感じで、何日間かにわたってやってくれるのは結構助かるんじゃないかな。ね。